ドン・フォレスター・プラットは、アメリカ陸軍の軍人。最終階級は順勝。第二次世界大戦では初期に、不評師団の幕僚として過ごした後、1942年に、第101空挺師団の副師団長に就任したが、ノルマンディ上陸作戦で登場していたグライダーが、着陸した後の滑走時に、流木へ激突、積んでいたジープに押し潰されて死亡した。 ノルマンディ上陸作戦当時のアメリカ軍におけるもう一つの空挺師団である第82空挺師団の副師団長は10歳以上年下で落下山不評大隊長落下山不評連隊長を経て召喚に昇進し作戦後に37歳で空挺師団長に就任した後も空挺作戦ではパラシュート効果を続けてジャンピングジム ジャンピングジェネラルと呼ばれた喫水の空挺部隊、指揮官であるジェームズ・ギャビン准将であった。なお、映画、史上最大の作戦では、死亡したプラットを発見したアメリカ兵が、横着してジープなんか積まずに軽くしておけば、これほど、ひどいことにはならなかったろうにと批判気味に言うシーンがある。ありがとうございます。